今日は初めてキャスト全員揃って多分投資なの で今日は衣装や、ね、ウィッグもつけて初めてやるので、稽古場でやる本番って感じなんですけど、初めてソロ、そうね、初めてやと思うけどな、多分全員ソロっての通しって、っていう感じだけれども、ねえ、待ってください、ね、頑張ってくる。でも楽しみ、衣装とかウィッグをつけたキャストの方と一緒にできるのがすごい楽しみ。6号とかやばそう。おめぐ狂気に満ち溢れてそうなんやけどすごそう。クフォとか今でさえマジで怖いのにすごいの、ほんまにマジで怖い、ほんまに怖い、やばい人やばい人やけど、怖くていい意味でね、めちゃめちゃ褒めてるんやけど、その6号があのツインテールになってやるってなったら、もうなんか最強に最強って感じ。そう、楽しみ、今日見れるのが。楽しみ。ワクワクやけど、今日がラストかって考えたらって感じ。でも今日晴れてよかった。ものすごい青空が広がってる外。天気がいいです。くしゃみです。ねえ、なあ、なんかすごいな。だって今日今日何日、今日28やろ、29、30、5日だ。
なみにさ、明日さ明日のさ、鬼師お話し会ってさ何時からあるかな。早め？ちょっと顔パンパンやな、なんか。お、3時20分から。お、ちょっと寝れるじゃん。じゃあそう、そういえば今日夜、今日土曜やんな。そう、ごちゃあるわと思って、いや待って、明日やばいんじゃないと思ってたけど、なら寝れるわ、ちょっとは。今日寝ないかすごい怖い、ごちゃ中めっちゃ怖い。大丈夫かな、すごい不安。ねえ、寝てまいそう寝ないように頑張ろう。でもほんまにね、最近寝落ちする率がすごくて、そう、今日っていうか、まあ、昨日はね、そうしっかりお風呂に入ってしっかり寝てんけど、しっかりって言ってももう全然あれないけど、そう、最近帰ってきてご飯食べてもう絶対そのまま寝ちゃうの。もうね、いつの間にか寝てるから、マジで寝落ちばっかりだから今日マジで怖いの、西、ほんまにマジで怖い。やだ。なんかさ、なんで毎日こんなに毎日疲れてんやろってね、昨日ふと思ったの。そう、別に周りの他の周りの人よりそんなに体力を使うようなことをしてないの、物理的にというか、そんな疲れるようなことしてないわと思ってて、でもなんか毎日めっちゃ疲れてて、なんなんやろってそう思ったら、もし毎日泣いてるって、あの大西自身じゃないけど、そう、あの演技とかしてて泣いて、で家帰ってきて、あのお稽古のね動画を撮ってくれてるんですよ。でそれ見て泣いて客観的に見て泣いて、そら疲れるわと思って、なんかよう考えたら毎日戦争の中をさ生きてさ、毎日さいろんなことがあってさ周りで、そら疲れるわと思ってそう、あ、そらせやわね、あ、疲れ取れへんわと思って、ねえ。
もうね、だからね、疲れてるのそう、ようやく理由を見つけて疲れる。あ、自分って疲れてんねんなって思った。なんか今まで疲れてるけど、なんか別に疲れてないみたいな思ってたけど、あ、疲れてるわと思ってそう、昨日体がね、稽古中本当にもうなんかもう疲れててでもそのぐらいでちょうどいいのかなと思ったりもして、そう、稽古って長い時間するんですか？何時からな、大体最近は1時、お昼の1時ぐらいに始まって夜の9時とかかな。そうね、長い、まあ長いけどね。長いけどって感じが。でもこの間、基本的にね、ちょっと本当に今回稽古期間が短いから休憩もないんですよ。でもこの間休憩あるけど、なんかで次のシーン5分後からみたいな、あんま休憩なくて、それから自分がやってないシーンのところでご飯食べたりみたいな。でもこの間初めて20分間休憩があってそう、こんなに長い休憩初めてってみんなで言って、売店にあるアイスをね、みんなで食べたの楽しかった。そう、みんなでアイス食べて、おいしいピノ食べた、感動。だっておめぐナポリタンかなんか食べてたよ冷凍のやつ、多分チンしてかなんか分からんけどそう、それ食べんのみたいな。おもろかった。15分経ったわ。ちょっとこのテレビは今の時間帯が分かんない系のテレビです。50分、あ、もう50分、案外すぐないんですね、時間が経つのは。じゃあそろそろ終わらないとやばいわ。じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきます。はあ、楽しもう、ミスなく。今日の目標は一つもミスなくこなすことです。今まで大西はミスなくできたことがないので、今日は絶対に絶対に絶対にミスなくやります。噛むとかは違うようにして。絶対間違えるポイント3つあるの、絶対に。同じとこ練習してもしても絶対に間違えるところが3つあるから、この3つを今日は絶対に間違えないっていうこの目標を立てて
この3つ。絶対にここは間違いない。よし、あ、OK、よし、じゃあランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位が、ジェリーオタグッバイマユユさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がチンアットマークアメリカの大西軍アットマーク明日のお話会楽しみさん、ありがとうございます。イエイ。そして明日のお話会、ちょっとね服装がねどうなることなのか分かんないんですけど、ちょっと頑張って服着ていくんではい、何どうぞご了承よろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きまして3位がコバートマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が SL アットマーク大西軍おけごがんばさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がハギハギアットマークももちゃおしさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がカキアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がマカロニ48さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がプロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がロロアットマーク稽古ラスト頑張ってねさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がケイジさん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコーヒーレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位が、翼さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。ということで、じゃあ着替えて行っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。あ、何、あ、タワーがあるのね、ありがとう、教えてくれて。全然見えへん、竹しか見えへん危ない、ありがとう、セーフ。じゃあ読んでいきたいと思います。チンアットマークアメリカの大西軍アットマーク明日のお話し会楽しみさん、チンさん、チンさん、チンさん、温泉カピバラタワーありがとうございます。アリカピバラありがとうございます。イエイ、ありがとう。まだいるよね、いるよね、いたかな、いているよね、いることを信じて。はい、ありがとうございます。ということでですね、終わりたいと思います。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。バイバイ、ありがとうございました。バイバーイ。